こんにちは。は。い、ええそれでは金曜日ですので動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ええじゃあ今日ははいええ今年の頭中旬？今月の中旬中旬ぐらいに入りまして、ええ今入荷から二週間ぐらい経ちました。ええ結構売れてる。うん。今、はい。今月のベストセラーかなかもしれないです。ええアワサというブランドのですねパック T シャツを えー、今日はちょっとご紹介していこうかなと思いますはい、はい、えー、まあ、うん、おかげさまで非常にねご好評いただいてましてはいえー、まあ以前にちょうど入荷したタイミングでね岡本さんが、うん、阿波さんのご紹介はしておりますけれどはい、まあ、パクティーはあんまり出してない触れてないのかな,なブルゾンとスウェットとかをよく出,す、うん、は出してい、はい、出しましたけど <laughs>、えーまあ、そのパックティーシャツ、まあ、3サイズあるんですけど、うん、サイズ123とありまして よく店頭でもそうですしお問い合わせ、DM なりお電話なりメールなりいただくんですけどサイズ感がちょっと分かりづらいということでもともとコンセプトとしては僕とあともう一人女性のデザイナーがいて作っているブランドなんですけど僕はどっちかというとこうういインナーシャツの下スウェットの下ジャケットの下ジャケットはちょっと違うかな。 スウェットとかシャツの下に着られる、はいまあ、いわゆる肌着をコンセプトに作りたかった、うん、でも彼女はどっちかというとこういう見え方ですねも、うんはいまあ、ともと、ね、ニューヨークのスナップを見てて、うん、こういいわゆる女性がジャケットの下に T シャツを1枚で着てると、はい、でも脱いでも OK っていうバランスの、うんはい、じゃちょうどいいバランスを作りましょうと言って作ったのがこのパクティでございますので、はい、まあインでも、まあ、1枚でもどちらでも着られますよという。うん まあそういういコンセプトで作っております123、はいまあ、とあって、まあ、特にメンズレディースはないんですが、うん、どちらかというと、まあ、23はちょっとメンズ寄りなサイズ感かなは、はい、サイズでいうと 1>,、はい、で1はちょっとこうきゃな男性とか、はい、まあ女性がちょっとゆったりめに1枚できられるっていうバランスで作っているので今日はちょっとそこをまあ着てご紹介していこうかなと思いますので、はい、僕は3です僕は2ですもう1人 ちょっとスペシャルゲストで一応、はい、来ていただこうかなと思ってますので、うん、じゃあそんな感じで、なるほどはいあのー、サイズ感で悩んでいる方の参考にしていただければなと思いますので、はいえー、じゃあご覧いただけたらと思います。どうぞ。はい、はいえー、それではサイズ感です。えー、自分で百七十五センチ、七十五キロサイズ三です。はい。二、えー、だとちょっと着丈が気持ち短いので。 えー、まあ自分ぐらいの身長であれば、まあ、3, の3のサイズっていうのが、えー、おすすめかなと思います、えーまあ、作る段階で一度洗いはかけてあるので、えー、普通の通常の洗濯機家庭用の洗濯機であればそんなに縮みが入るということはないかなと思うんですが、えーまあ、気になる方はネットに入れていただいてお洗濯していただくっていうのが、まあ、ベストかなと思ってます、えーまあ、自分はもう普通に乾燥機まで一回入れてしまったんですけど 加速機入れるとと結構着丈がギュッと縮むので,であと表情としてもともとシルクがちょっと入っているので、まあ、毛玉というか少しネップっぽくなる、えー、シルクの表情っていうのが出てくるので、まあ、それが好きな方は、えー、全然あの、まあ、自己判断で <laughs> 入れていただいていいかなと思うんですけど、まあ、通常通りこのまま着たいという方はあの普通に洗濯していただくとこの状態をキープできるのかなと思います。 はい、えー、続きましてサイズ2を着ています、えー、僕で 175cm55kg、えーまあ、痩せ型なんですけど、えーまあ、サイズ2を着てですね、まあ、肩は比較的ジャストぐらいで着丈はあの一般的なあのインナー用の T シャツに比べると気持ちこうすっきりしているかなという印象です、まあ、なので、まあ、タックインもギリギリできるんですけど、えー、個人的にはアウトで着た方が、えー、バランスは良いのかなというそんな印象の形です まあとはいえあのタックインもそうですね、えーまあ、1 0ンチぐらいはパンツに入るので、えーまあ、全然できるので、まあ、その辺りはお好みで変えていただけたらなと思います、まあ、やっぱりネックの添え方が非常に綺麗なので、はいえーまあ、ちょっとインナー用の白 T が首から見えるそんなスタイルが好きな方は是非あのお試しいただきたいそんな形でございます、はいえー、それでは最後に サイズ1です。えー、まあ、スペシャルゲストで女性のスタッフに登場してもらってるんですけれども、も、えー、彼女で166センチ、えー、痩せ型です。で、サイズ1を着て、えー、こんな感じです。で。まあ、あの丈もまあ、さほど長くなくまあ、すっきりした形っていうところもありまして。 まあ程よく、えー、ゆとりもあるので、まあ、1枚で着ていただいても、まあ、特に女性の方は、えーまあ、比較的1枚できる着用にも耐えられるそんな形かなと思います。まあ、若干白なので、えー、透け感があるにはあるんですけれども。 まあそこまですごく薄い生地というわけではないので、まあ、軽くジャケット等を羽織っていただいて脱いだ時でもそんなにこう変な見え方はしないのかなというところです。あとは単純にネックの綺麗さとか、まあ、袖も長すぎず短すぎずで、まあ、インナーとして使った時にも邪魔にならない形なので非常にバランスがいいそんな形かなと思います。 はいといいう形で、はい、ご紹介しましまた、えー、いかがだったでしょうか、えーまあ、ちょっとサイズによってそろそろなくなりそうかなというところもありまして今月まではギリギリ持つかなというバランスぐらいです。 一応ね結構ご好評頂い,いてるので、まあ、再生産も動こうかなとは思っているんですがちょっと早めにね皆さんこうチェックしていただけたらなと思ってますので今時期であれば本当にこにシャツの下とかスウェット今ないかスウ,スウェットの下とかニットの下とかにこう着ていただくとちょっとだけこう襟元から白が出るかなっていうぐらいのバランス感です。はい、で、まあ暖かくなってきたら、まあ、こういう感じで。 ジャケット脱いでもいいよ、うん、シャツ脱いでもいいよっていうバランスでこう着ていただけると非常に使い勝手のいい T シャツかなと思ってますので、はい、一応2枚パックで、えー、15, 円 16, 円1万5千五百円でございますので1枚換算するとね、まあ、8あ八千円ぐらいですので普通に T シャツを2枚買ったと思っていただけたらいいかなと思ってます、はいまあ、コットンシルクでめちちちゃゃく気持ちいい、はい、めっちゃ気持ちいい。ので、はい 結構ふわふわでね、うん、肌当たりすごく気持ちいいので、えーまあ、早速リピートでっていう方もねいらっしゃいますけど是非とも、ままあ、継続的に今後もちょっと作っていこうかなとは思ってますはい、はい、生地が作れる限りはなので、えーまあ、一度試していただけたらなと思いますので、はいはい、この動画をご覧いただいてちょっと一つポチッと買っていただけたらと思いますので、うんまあ、まずは試していただきたい,い、はい、試してください、はい という動画でございました。はい、はい。じゃあ今日はそんな感じで、うん、えー、アワサのツーパック T シャツご紹介しました。ありがとうございました。ありがとうございました。